名前が付けられたのは、去年11月に誕生したカピバラの赤ちゃん3頭で、今月14日に命名式が行われ、名前が発表されました。名前は、オスの2頭がベニーモとクロミツ、それにメスがローゼルで、ローゼルは花言葉の常に新しい美にちなんで、毎日を美しく過ごしてほしいという願いが込められているということです。ネオパークの担当者は、 3頭とも思った以上に成長しているので沖縄の夏の暑さに負けずに元気に育ってほしいカピバラの三つ子は珍しいので元気でわんぱくな姿を見に来てほしいと来園を呼びかけています